お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらラバディガデッキやっていきたいと思います。ラバホリですね。で今はなんか新環境になって雪玉と盾の選手が強いですよって言われてるんですよ。まあ、なので、まあ、両方入ったねこのラバデッキ結構強いらしいので今日はこれでやっていきたいと思います。さあよろしく。なんかね盾戦火力が 12% かな、攻撃力も上がったらしいんですけど結構強いらしいです。 12% なんか他のユニットはね 4% とか 5% とかしか強化されない中で 12% 強化なんでね、まあ盾戦だけで基本何でも守れるんじゃないでしょうか。さあプリンスが来る。これも盾戦大活躍の巻ですよね。でなんかね盾のシールドも調整されたらしいんですよ。盾の戦士攻撃力もアップかつ、いやいいね、なんかシールド他のダークプリンスとかあの盾系のユニットとなんかシールドがちょっと違ったらしいんですけど、その辺が全部ね一緒になったらしいんですよ。なのでなんか知らないところでシールドのね調整も入ったらしい。さあここちょっともう早めにねインドラとか出して、あれユキでもいいんだけどディガーでもいいんだよな。どうしようかな。ディガー、いや、行ってもいいが、行かなくてもいいが、行っても良さそうだな。まあ、行かなくてもいいか、一回我慢しようか。雪玉ね。反応がちょっとね、遅いですね。ザップだったらすぐパーンって打てるんですけど、雪がね、あれちょっと待ってよ。一瞬ね、ためらっちゃいますから、ためらわずにね、打てるようになりたいですね。さあ、今回はね、多分ゴブジェイプリプリなので、意外とこの陸受けがね、めんどくさいですね、僕からしたら。よいしょ、さあ、ユキも打って。いや、遅延効果が。いや、いいよ。ノックバックか。遅延効果は関係ないですね。ノックバックがでかくなったので、周りのゴブリンがね、めっちゃ遠くに行ってます。さあ、槍ゴブとコウモリなので、まあ、相手の対空にはしっかりポイズンが刺さっていきます。さあ、ここはね、ラバだけで落とせるんじゃないでしょうか。勝てそうだな。オッケー。で、まあ一応ベビーぐらい追加してあげると、多分ね、ゴブジェ受けが来るんですよ。なので、まあそれはちょっとね、あれ。来ません。ナイス。一歩折っていきました。でこれインドラ使っちゃったのでゴブジェイ溶かせないんですけど、この盾の戦士がね結構火力あるのでダークプリンスをディガーで止めながら棒ポイしてこの盾戦でね攻撃力が上がったこの盾の戦士で、いや結構溶かすんですよね。いやだってこれで本当今まではこのゴボリから出てきたリベンジゴブリンでなんかね頑張って溶かすみたいな感じだったんですけど、リベンジゴブリンが生まれてくる前に縦線がもうね大活躍しちゃってる。さあユキ、いや強っ強すぎ。なんかこれドラドラがさ、まあ活躍するのはね今まで通りだと思うんですけど、この防衛面縦の選手がすげえ活躍してくれてます。で左側がジミーコア、あれ左サタやばい、左サタジミーコア余ってやばい、これやばい、ベミにしとけばよかった。いや、あ、おられるが、まあまあ、ファイブを使ってくれたことによって助かってはいる。さあ、これね、ラバから行くとちょっと怖そうなので、一回ベビーから入って、まあ、ユニットも警戒しながらのラバで行こう。で、なんか、ゴブジャイというよりはね、光栄のね、プリプリの縦線あたりの陸系がちょっと厄介なので、これね、ベビーもコウモリでやられちゃうし、ちょっと嫌なので、ちょっとここ気をつけてね。で、ダックプリが殴ってから、よいしょ、縦の戦士で、いい感じにね。オッケーオッケー、いや、いい、縦戦ナイス。いや、マジで縦戦がさ、ゴブジェイ溶かすメインになってんだよね。そう、縦戦でゴブジェイを溶かすっていう。いや、今までには絶対ないね。オッケーオッケーオッケー、いいよ。インドを抑えていたので、さっきまでちょっと守りにくかったんですけど。まあ、今回インドもいるし、縦戦もいるね。ちょっとめんどくさいなと思ったら、一回この辺で防衛ポイズンとかもしちゃって。さあ、これは縦の選手がね、非常に輝くぜ。縦線で溶かす。おっきおっき。いや、いい。で、ここで、ちょっとね、我慢して、ユニットがね、溜まりそうな、この辺ぐらいからのラバ展開はね、多分激アツじゃない？で、ベビーもちょっと厄介なんでね、相手。ベビーじゃねえ。あ、俺のベビーがね、相手からしたら絶対きついので。さあさあさあ。いや、いいね。で、縦線とマッチョで溶かしながらの、いや、これはね、いいよ。光栄が生きてる。ポイズ打っちゃうか？ファイボかな？いやー、相手もなんか上手いっすね。耐久がね、少ない中で、小物を散らしてね、頑張ってます。オッケー、いや、ファイボ使った。いや、もう流れが完全に来てる。
でしっかりラバ蓋してあげて、あれはね餌じゃないか、縦線が全てを、縦線が強えんだ、縦線が。オッケーオッケーオッケー、え、これ大丈夫だよな。キングおられなければ、タイブレーカーだ。ダメージで勝てるよ。オッケーオッケーオッケー。いや、結構怖かったですね。なんか陸受けがね、一応少ないので、プリプリ受けとかね、ちょっと少ないので、意外と大変だったんですけど、縦線がゴブジャイとかするのにバカ優秀でしたね。火力上がってるので、まあ、そういったところのね、縦線の強化を意外とでかいですね。で、さっきの試合何回か防衛ポイズンとかやってたんですけど、意識してみなきゃ全然気づかないですね。遅延が入ってるの。うん、何も気にしなかったっすもん。まあ、そういうわけで一応ね、ポイズンも強化されてますよと。で、ラバディガーデッキは、ラバルとね、立ち回りがすごい変わってきて、ラバルは、まあ、なんか後ろからラバ出して、バルーン組んでって戦うんですけど、ラバディガーの場合、一発でタワーを折る火力がないので、守りたいんですよ、タワーを結構。そう、だから基本的には、ユニットからのラバ展開をしたいですね。あとは、ま、エリクサーアドバンテージ取った時はいいんですけど、基本的に、ラバーを展開してから考えるっていうよりかは、守ってラバーをね、できると理想かな。で、マスケ、ヤリゴブなので、ちょっとね、嫌ですね。雪玉が入ってる方だと、厄介な、まあ、迫撃スキラとか、まあ、ロイホグであったり、迫撃ディガーであったり、まあ、なんかそういった感じの、ナイトとかね、そういう系の小物系がいるやつだと思います。で、これなんか、ケツラボで良かったかもしれないんですけど、まあ。で、一応この、やりごまきます。で、飛ばしてあげると、あいつはこれ、ユキかタルカが、ファイボか？あ、ユキですね。ユキだと、マスケユキ玉、そして、ファイボかポイズンで結構ね、防衛されちゃうので、そこが厄介かな。で、ムートの受けも、意外とね、やばい、これ渋いかな。あぶない。地味ないので、ムートインドラとかで守りながらね、ええ感じにやってこう。で、相手が迫撃とディガーかスケラかロイホグか、その辺がちょっとまだ出てないから、わかんないね。で、これも早めに焦がせたら、それで陸受け使わなくて済むから、これはね、いいインドラ。さあ、ロイホグでしたね。これ縦線も使って守っていいな。雪はいらない。で、これだけで十分守れるので、これ逆サイバルキリーとかかな。一応打っとくか。いや、まあ。で、こっからです。これはもうケツラブでいいと思うな。僕の、相手が攻めたユニットに対して、ベビーとかで僕が対応して、それに対しての相手がユニットで対応してるんで、あの攻撃を無視してるのは、なんでだ俺、バカか無視する理由はなかったけど、まあこれも形組んじゃって、で、ここはさすがに縦線で守る。相手これだけできちいから、あとやりこぶしかねえからな。あ、やりこぶそっち使ってきたんで、OK、一本捨てましたね、これは相手。で、僕はこっちを逆に守れると熱い。で、マスケ奥低め来るから、それ飛ばしたいんだけど、棒ぽいか？これちょっとラバで竹取れたらいろいろ熱そうだな。いろいろ熱そうだぞ。パピーが残れ？パピーが？いや、待って、インドラがバカ。インドラバカだ。うん、やった、あいつ。あいつが破壊した。おい。さあ、インドラがね、焦がしましたタワーを。ナイスだ！というわけで、まあ、なんかデッキがすごい強い感がわかるんじゃないでしょうか、これ。いや、なんかね、新環境、ロイホグも結構強いとか言われてたりだとか、だから僕の好きなデッキが多いね。マジで。神楽しい。神楽しすぎる。そう、これラバも大好きだしね、豚ちゃんも大好きだし、さ、LSP。となると、高回転系とか、ロイホグ、ロイジャイ、まあ何でもありそうですけど。さあ、ここは金起動していこうか。ロイかな？ロイホグかロイ。あー、ロイですね。もうなんか、一個前だな。一個前というか、前シーズンの残り物ロイジェが多分強いんじゃないでしょうか。今んとこそんな気がするけど。さあ、マザネク。いや、もう前シーズンだな。この人まだ時代が変わってない。さあ、環境が変わろうとも、揺るがないね、精神をお持ちでございます。マザネクメガゴエレスピロイ。ダークプリンス。いや、マジでミリも変わってね。せめてダークプリぐらいはもうなんか、ね、いらないんじゃないっていう。で、これ本当はオリーが欲しいか、インドラがないと、ロイの防衛結構めんどいんですけど、ここのね、強化された盾の戦士を。これがウッドエリスピで剥がされるのがちょっと嫌だけど、1体残ってるから、これもう無視して、組むか。で、マザネクメガゴ、
ですね。で、メガゴサイっていうのでけえな。メガゴいないと、相手僕のドラドラが結構きついと思うんですよ。で、檻を右向きに置くと、中から出てきたリベンジゴブリンが右側に行ってくれる説ないかな。いや、そう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 。で、ラバが走れ、ラバが竹取れ、ラバが竹取って取らない、いや、もう、取れやっていうね、感じなんですけど、あれ、ディガーでちょっと、ボコさしてもらいながらの、ボコさしてもらって、いや、うまい。で、ユキのぶっ飛びで、あー、残ったらやばい。全部隊になる。待って、全部隊になる。ポイズンでやっとくか。で、ポイズンでやったらエリアだがやばい。いや、待って、ディガー、うちのベビー。いやー、やばい。このミリ残り世界変えるんだよな。いや、ナイス。もっと待って、ドラゴンマジでナイスすぎるやろ。いや、待って、ドラゴンが優秀だぞ。さあ、縦の戦士出す。いや、ちょっとそれは、いい追加ダクプリ。いや、でもいい。で、これだけで守って、まあ、ラバフとしてもいいんだけど、40秒な、本気で守るっていうパターンも、ないことはないんだけど、どうしようかな。インドいれば、ぶっちゃけ、ある程度守れるんですよ。LSP 咲いてるし、今。で、縦戦出してあげて、よしよしよし。そこそこに守ります。ここで、一本折られるパターンは、相手が攻めファイボとか、なんか攻めスペルをね、使った時なので、相手が攻めてきて、折られるのはしょうがない。いや、でもこれ守れるな。さすがに。ユキでしょ。ユキのノックバックで、もうバカ遠くに行ってもらって、さよならー、よー、強。いいね、いいね、いいね。オーケーオーケー、ナイス。ナイスナイスナイス。あなたはね、バランス調整しっかり記事見た方がいいです。新環境で気使ってください。ロイホグおすすめです。さあ、今んとこね、縦の選手が安定してね、活躍してる感じがありますね。まあ、縦の選手のおかげで勝てたね、とか、まあ、縦戦、神やんっていうとこまではなんか言った気はないんですけど、まあなんか、頑張ってんなーっていうのは伝わりますね。縦の選手がかけて頑張ってるおかげで、戦えてる感。さあ、強いよ。いいね。なんか、ホグとか単品だったら、スケルトンプラスの雪玉でなんか完封できるみたいな。コメントもあったんですよ。本当かちょっと分かんないんですけど。なので、結構強いね。縦線で、あの、ホグ単品だったら一発で受け入れたりもできましたね。いやーさ、クエイコグだな。めんどくさいですね。ロケット押しがね、あの、雪玉だと、ちょっとめんどくさいですよね。わ、いいテスラだ。しかも。さあ、これはテスラには当たらない、あまりよろしいポイズンではなかったものの、さあ、これはちょっと厄介になっていきますよ。厄介になっていきますよ。ロケット押しがどこに出る？なんならロケット出さないのかな、これ。うわ、デリバリー。ああ、おりましたね。やっぱ100-0です。アイシュアの100-0です。ちなみに。もう10-0じゃないです。100-0です。これ別にデリじゃなくても、ロケ砲プラスのテスラ。まあ、ロケ砲がきついんですよ。簡単純に。ロケ砲が鬼きついので、きついんですけど、これデリなので、もう100-0ですね。突破して、パピーのダメージも入らないっていう。まあ、ですが、これに勝つのが本物でしょっていう話なので、まあ、頑張りましょうか。頑張りましょうか。さあ、インドで、近起動しながらの、ホグのダメージ。ああ、雪のタイミングがヘッポコ。いやー、雪がね、防衛だといいね。いや、焦がせれないか。さあ、ここはまあ、使おう。マジ、あのロケはやばいよな。いや、えぐい。まあ、インドで蓋して、いや、これはちょっと美味しい。で、ここにね、ドラゴン出したいんだけど、テスラでね、さっきみたいにね、うまーく処理されちゃうんですよ。そうそうそう。だから、ちょっと待って。で、一応僕のドラゴンがね、相手はきついみたいですから、よいしょ。ちっちゃく削っていこう。いや、この削り大事よ。この削り大事よ。マジで。なかなか突破できないんですけど、絶対チャンスが来るから、いや、こういうね、檻を使わなかったことによって、その分コストが残ってる。で、ロッキー方向たまたま処理できたら熱いんだけどな。そんなうまくいかねえか。勇気で、いや、ラバのね、このダメージ大事なの。で、この、今、ラバ受けがないやろ。デリか？いや、デリを先に使わせたのもでかい。いや、やった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 マジアチ。マジアチ、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 
で、これを一応完封はできるね。完封はできる。で、ここになったらもう、完封できるんだよ。俺の知ってる話だと。で、これでもう無理やり、遠く行け。どけ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 、うん、来たー、はい。ヤグザルです、こんな。もうね、勝っちゃいました。一般ぐらいのとこね、もうスイッと、ナイスだよ。まあ今のもね、こう、気づかないところで、縦の選手だったり、まあ、雪玉とかが、ね、なんかこう、いい感じになって、そのおかげでね、勝てるようになってるとかも、まあもしかしたらありますよね。今までのラバじゃ絶対勝てなかったと思うので、あんなの。さあ、縦線がね、拾っていく。参考数だぞ、こいつ。で、ディガーですね。こういう高回転ディガーも増えましたね。ウォールブレイカーとかも。そう、懐かしいね。ボムタワーデッキとかも。ちょっとその辺も動画出してんだよね。もう最高すぎる。最近マスケだな。これテスラちゃん、いない？これ、バルーンかな普通に。スケとか連盟したいよね、相手は。おい、いい雪。で、相手雪使った。いや、ボムタワー。これ、ボムの爆破ってさ、ラバパピ行かれんのかな？行かれるんかーい。行かれないと欲しかったな。え、でも今、エリアドすごい。で、このラバー掘りって、まあ、マスケバルーン、まあ、マスケが喫学なんですよね、高回転ですけど、ユキのノックバックが強くなった今、結構あるよな。ユキがね。ちょっとこれ暇だな。これポイズンでもよかったな。うん。これ正解多分絶対ポイズンでしたね。じゃないと、オリーの4コスが無駄になっちゃうから。で、これユキ打たれるだけで、まあ痛いんですけど、まあまあまあ。許容というね、精神で。で、ユキのノックバック強くなってるから、そこもちょっと活かせたらいいんだけどね。で、このディガーは裏かな。よいしょ。これ、パピーが残るぞ。これさ、ボム。いや、ちょっときついっすね、相手。いいね。で、多分、マスケ単品もユキだけで完封できると思うんだけど、一応、バルーン用に取ってきたいね。いや、いいね、いいね。これ、守ってもいいかな、もしかしたら。さあ、インドユキで、いや、いいね。で、まあ、雪玉のノックバックは絶対来るんですけど、よいしょ。ノックバックがでかくなったから、大きく耐えれる。で、僕はこれ、ちょっと、ラバを出さずに折れると幸せなので、よし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 。幸せだね。いや、折れるかは分からん。折れるかは分からんが、折りたい。さあ、で、インドこれ、ケツはやばいかな。いや、ベビー入る、でかい。でかい、でかい、でかい。マジでかい。さあ、もう、棒ポイしちゃって、折るクラスになると。いや、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。いや、いいよ。熱い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 。これ、行かれんだよ。インドラ。いや、インドラ行かれたけど、これ、ディガー、あー、いいほら、ノックバックが強くなってる。おかげ。さ、これちょっと、88、はよ。はよ、はよ。これもう怖いよな。怖いよな、この瞬間。いやー、立つやないぜ。よしよしよし。いや、でかいね。ユキのノックバック、多分結構、影でバカ活躍してんな。なぜ、立つ選手も同様なんですけど。はい。というわけで、こちらのラバディガー今日使ったんですけど、多分めちゃくちゃ安定するデッキだと思いますね。多分新環境これ結構、もうなんならすでに流行ってるんですけど、もっともっと流行るんじゃないかなと思いますので、皆さんもぜひね、このラバディガー使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。またね。